タプターを突っ込みますよ。ねえ、ここのリストアダプターってなんで知ってんのっていう話を。ねえ、データイズノットディファインド。助けてルートのマイデータタブアイテムアナライズのオブジェクトはそんなアトリビュートは持ってないっていう。そんなことないよね。そんなことないよね。これだけでしょ？リストアダプター、リストアイテムボタン。困ったな。ニュープロジェクト。困ったな。リストアイテムボタン。リストアイテムボタン。ルートマイデータ。タブアイテムアナライズ。タブアイテムアナライズ。
テムアナライズは、ござらん持ってござらんのアトリビュートマイデータマイデータでしょう。データ is not defined。 My data is not defined。 困ったなぁ、どうしよう。リストを渡してやってるだけなんだけどなぁ。渡してやるんでしょう。もうわからん。ちょっと休憩しましょうか。はい、ちょっと休憩します。わかったか。
かもしれない。これ用のクラスがいるんじゃねっていうことよな。そういう解釈じゃね。ここにまあちょっとよくわかんないけどね、マイデータっていうのがあったとしようよ。あーで、これがようこれなわけだよ。要するになだったとしようよ。あーで、これやるためにはまあまあこれはいるわけだ。はい、どうね。ちょっと待ってね。これ違う、こういうことよ。でこの人はこれでしょ。こういうノリで作るのかなと思ったんだけどな。この場合は include したものにとってのルートって何？何？それ実際
AV インクルードルートってこれはさっきの見たやつでしょ？インクルードしたものにとってアップルートはここなんだよね。じゃあよ、じゃあ。ちょっとこれ消して。ここにまんまんが1位、まんまんが1位、ここにこれがあった場合、オブジェクトハウスのアトリビュートマイデータ、困ったな、わからんぞ。がわからない。もしかしたらノーアトリビュートマイデータ、仕方